気分がいいっすね。なぜかというと週末なのです。もうね、本当にね、今の仕事が嫌で嫌でたまりません。だからね、反動っていうんですか、週末がね、週末ってこんなに楽しかったっけっていうぐらい今ね楽しいですね。まあそんなね、愚痴をこぼしてもしょうがないんで、とりあえず今日もビール飲んじゃいますよ。今日のビールはね、もうなんか飲む前から想像ついちゃってんだよね。まあ想像ついちゃってるけど飲みますよ。ってことで今日のビールはこちら、金麦冬バージョン、冬の金麦でございます。これね、裏側はね普通の金麦ね。これなんだ、印刷の関係なのかな。こっちだけ冬バージョンなんだけどさ、これね 100% に近く普通の金麦と同じだと思いますよ。なぜならね、そんな匂いがする。まあ、とりあえず飲んでみますよ。今日のグラスはオーソドックスでしょ。なんかどこでもらったのか買ったのか覚えてないけど、多分もらったんだろうね。でもせこいんでね、コップ買うはずないんだよな。さあ、2019アメリカンクラフトビアエクスペリエンスシャープ ACBE って書いてる。なんだろうねこれね。さあ、どのあたりが冬の金麦なんでしょうね。ということで、本日もお疲れ様でした。あ、じゃあ今週もお疲れ様でした。乾杯。乾。うん、普通の金麦だ。間違いない。なんかさ、秋の金麦は美味しかったんだよね。本当に違う。ああ、秋だって感じがしたの。なんて言うんだろう、ラベル、パッケージ、見た目もちゃんと秋バージョンだったし、ちゃんと時間かけてるなって気はしたんだけど、これ、冬のってくっついてるだけだもんね。それは作り手のこだわりなんて書いてるけど、ねえ、いつでも美味しく楽しんでもらいたいから、金麦は季節ごとに味わいを整えています。味わい豊かに仕上げた冬の金麦を冬の料理とお楽しみくださいって書いてますね。残念ながらね、これぐらいの違いはね、私は分かりません。冬の料理とね合わせても多分分かんないと思います。ビールの感想は以上でございます。まあ金麦はね普段から飲んでるんで、まあこんな冬のなんて書いてても書いてなくてもね、いつもお世話になっております。金麦大好きだよ。ただね、この冬のっていうのはねちょっと気に入らないかなって感じするね。もうちょっと冬っぽくしてほしい。なんかちょっと見た目を平時っぽくするとかさ、味は一緒なんだけどね、見た目がなんかこう濁り系、なんかそういうのいいんじゃない。こういうのね見てほしいな、金麦の方々。サントリーさん頼みますよ。ところで、冬の食べ物で思い出したんだけど、全然冬の食べ物じゃないんだけど、昨日ね祝いたいっていうのを買いました。祝いたいっていうのは祝いたいですって、 I want something celebration じゃないよ。祝うたいね、たいたいはね、お頭付きのたいね。それがね、800円だったの。でね、なんでそんなものを買ったかっていうと、元の値段がね、2600円だったんですよ。で、2600円が800円っていうと、なんかすげえ安いなって。
75% オフぐらいなのかな。でね、なんかね、ノリで買っちゃって、買っちゃいました。なんでノリで買っちゃったかっていうと、まあ、外で飲んだ帰りにね、スーパー寄ったのよね。じゃあなんかさ、ちょっと調子に乗っちゃって、でっかい台を買っちゃったんだけど、考えたらね、焼き魚そんな好きじゃないわけよね。ましてタイなんて全然別に好きでもなんでもないし、で祝うことがない、もうなんかめでたいこともないし、何もないんだよね。なんでそんなねめでたい食べ物を買っちゃったのかなみたいなね。で無理やりこうない知恵絞ってなんか祝おうと思ったんだけど、何もない。強いて言えば週末ぐらいかな、週末おめでとうみたいな。もうすっげえでっかい、こんなでっかい。だからね、好きでもない焼き魚をね、3日ぐらい続けて食べなければいけない羽目になってますね。とってもね、食べきれないから。でかいでしょ、半分残ってます。しょぼんってことでね、昨日酔っ払ってノリで買っちゃった焼き魚タイ、これからまた食べますよ。こういうビールはあれだね、なんて言うんだろう、じっくり味わってっていうよりも、もうなんかごくごく飲むのにちょうどいいよ。あのやっぱ金麦はね、そういう面で言うとね、別にこの冬のっていうのは関係ないんだけど、煙はね、いつもね、整ってると思いますよ。何にでも合うしね。でもね、言っちゃ悪いけど、夏の煙もめっちゃ美味しかった。秋の煙もすごい美味しかった。なのにお前はどうしたんだっていうのはちょっとね、一言言いたいね。冬もね、もう一ひねりお願いしますよ。ってことで、今日のビールは冬の金麦でございました。本日も美味しいビールありがとうございました。またすぐ会いましょう。じゃあね、See you, bye.